鶴屋の新製品クラブワンサイダーの志田レビューを一緒にしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よっしゃー、しゃもうこれでいいやん。もう決まりましたよいしょ、めっちゃ打ちやすいです。おお、160プルセット使いますちょっと短いだけどすごい打ちやすいですし、でも距離もしっかり伸びてるんですごいいいと思います。全然ありです。はい、こんにちは。こんにちは。今日もですね、うちがスポンサー契約させていただきました田村優奈選手です。はい、お越しいただきました。田村優奈です。釣り屋ゴルフチャンネルをご覧の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回の動画ではね、ガチンコ勝負していただいてケチョンケチョンにやられましたけど、もう乾杯のね、すごいゴルフあるんで、はい、そっちもね、ご覧になっていただいてからはい、はい、お願いします。で、今回は何をするんでしょうか。釣り屋の新製品クラブワンサイダーの志田レビューを一緒にしていただきますよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これいいんですよ。良さげですね。ほんまに、はい、今回発売されるのはワンサイダー JI プラス S です。プラス S、はい、前ワンサイダー JI でしたもんね。そうです。ざっくり何が進化した。前作から同じく 43.5 インチと短尺のドライバーにはなるんですが、そこに S、 つまりスタビリティをプラスしました。日本語に訳すと安定感。欲しい今流行りのね、はい、一番欲しい欲しいですよね、安定感典型とまでは言うかんけども。そうですね。なのでワンサイダー自体もともとゴルフが苦手っていう方におすすめのクラブだったんですけど、うん、より安定感が増して使いやすくなりました。なるほど、ね、いうのが特徴です。あとアイアンも特徴がねあるっていうので、6番7番8番こちらがなんと長さがほぼ一緒。ほぼなんですね。そうです。どういう印象あります？ほぼ一緒。あんまりそういうクラブないので、うん、すごい楽しみです。距離が変わるのかとか、うん、結構気になります。ではそのあたりも検証していただきながら、はい、ドライバーそしてアイアンと実際に試打していただいて感想をお伺いしたいと思います。はい、では早速いきましょう。じゃあ早速ドライバー打っていただきましょうか。はい、ちなみに普段使ってるドライバー何インチ？ 45.25 なんで、はい、45.25 インチぐらい。2インチぐらい短い。そうですね。持った印象はちなみに短いです。でしょうね。でしょうね。当然のことだから。で普段ドライバー何ヤードぐらい？240ぐらい。だから同じぐらいいけば短いけども飛距離は出ると、うん、はい、なるほど。短くてええやんっていうやつですね。短くてええやんってなるかもしれないです、うん、じゃあゴロゴロ言ってるんで早速止まりましょうか。いきます。うっしゃ ー、 しゃー、いいドロー。めっちゃ、いい感じ。めっちゃ飛んでるやん。めっちゃ飛んでるやん。245。キャリーも236。めっちゃいい球。すごい。もうこれでいいやん。もう決まりましためっちゃいいやん。ドライバー変えてもらいましょう。いい球でしたよ今。もういいですか。いいじゃないですかね。もう一回やってもらいましょう。でもめっちゃいい感じでした。全然飛ばない感ないっすね、うんうん、当たってる感じもすごいいいです。よいしょ、よいしょ、ドストレート。ほら、239。ちょっと薄かったんですけど、ちょっと薄かったですね。けどしっかり飛んでる。田村選手、ドライバーこれにされますありですね。あれ全然ありが出ます。すごいですね。めっちゃいい。ありいただきました。めっちゃありですね。もういいやんね。何があかんとか逆に何が一応商品説明だけ。ドライバー何が変わったかだけちょっと確かめてください。もともと短尺によって振りやすさとかミート率が安定するっていうメリットはありますし、そこにプラスで今回カーモレール、このクラウンにつけられた、うん、クラウンの中央部分にカーボンを使ってまして、この線がレール状になってるわけですね。確かに。これによってクラウンカーボンがターゲットレーンになって、より方向どこに打ち出すのかっていうのがイメージしやすくなる。狙いやすいよね。そうなんです。マレットパターのような安定感で打てる。いいスピン量、いい打ち出し角度で。一応うちのクラブってアクセル、ゴールデンプレックス、ワンサイダーだったって、ワンサイダーが一番優しいモデルとされてる。そうですね。だから長さも短くして打ちやすくで、世間的に今ミニドライバー流行ってるじゃないですか、うん、短い方がいいっていうのもあるんですけど、じゃあヘッドでかい方がいいんじゃねっていうのもあると思うんです。そう、一般のミニドライバーって結構ヘッドちっちゃいですよ ね。確かに大きさ普通のドライバーぐらい。そうなんですよね。だから短くて打ちやすいと、うん、そうですね。一応比較で1球だけ打っときましょうか。まず打っときましょう、はい、そうですね。じゃあ1球いきます。てかほんまに短くて振りやすい。旗から見ても短いですよ、うん、ミニドライいっぱい打ったけどほんまに大きい方が安心する。あーちょっと引っ掛けた。うん、でも全然。おお、めっちゃいい。超えちゃった。えめっちゃいい。めっちゃいい。すごいですね。250も飛ぶ俺打った本人が一番びっくり。いや僕もびっくりしてます。これすごい。やっぱ時代は短尺なんじゃないですか。ほんまにミート率が良くなってる。スピン少な。
普通こういうヘッドってスピンバカ多いんですけどね、うん、めっちゃいい数字並んでますよ。ごめん安すぎた。でこれちなみにね、短尺するにあたってシャフトも実はもう専用設計になってます。もともと 45.5 インチのシャフトを例えば 43.5 インチにカットするだけだったらバランスが軽くなったりとかシャフトが硬くなったり、うん、無理にバランスを合わせると逆にヘッド重量が重たくなりすぎるみたいなデメリットがあるわけです。なので今回もこちらの三菱ケミカルと共同開発のディアマナ専用シャフトを指しております。かっこいいねデザインも。これかっこいいですよね、うん、バット仕上げで、うん、これで短尺のデメリットを払拭し前作以上に振りやすくそしてミートしやすいシャフトになっている。なるほど、まあドライバーはいいの分かりました。じゃあ続きましてアイアン打っていただきましょうか。6、7、8、まあ短く長さを8番アイアンに揃えてると。短めにセッティングしてるんですね。はい、さあ早速打ってみます。はい、そうですね。もうリアルな感想を。問題はどれぐらい飛距離差が出るのか。そうですね、その辺ですから。普段8番何ヤードですか。あ、150打ちます。150飛ぶな。飛びますね。飛ぶ方ですよいしょ、上がるな。音最高。打ちやすい。打ちやすいですか。めっちゃ打ちやすいです。おお、160。プルセット使います。めちゃめちゃいい、ね、めっちゃいい感じでした今。もう一球っていい。すごっ、よいしょ、うん、いいドロー。めっちゃいい感じ。いいドロー。あ、ちょっと今上がっちゃったかな。あ、そうなんや。で、8番がこれで7番も一応7番、はい。全部いきます。7、8あたりは安定感を一応重視したロフト設計になってまして、7番だとロフト角32度、8番だと36度になってます。36度、ぶっ飛び系ではないんですよね。そうですね。あ、ちょっと薄かったけど。ちょっと薄いけど166、ちゃんと打てる距離。薄かったけどそんだけ飛んでたらいいですね、うんうん、そうですね。ミスに強い。もちろんおだちミス人にも強いんですよね。もちろん強いです、うん。気持ちよさそう。171。あ、飛んでますね。ちゃんと10ヤード。いいですね。6番はちなみに飛距離重視でロフト角26度。で、ほぼほぼ同じ長さで。はい。あ、本当だ。短い。うん、あ、短いですか。短いです。いい音。そう。安定感あるな。全部同じ球やな。188。あー、すごい。これは選手がいいのかクラブのいいのかどっちか分かんないですね。忘れづらいな。両方いいから。両方いいと思います。打感とかどうですか。打感めっちゃ気持ちいいです。柔らかすぎず硬すぎず弾きが速いとかもないし、すごい捕まってる感じもあって打ちやすいです。実際長さ揃ってみてどんなイメージでした。打ってみて。6番とか7番とかって結構難しいので、長くてロフトも立ってるんで、うん、ちょっと短いだけですごい打ちやすいですし、でも距離もしっかり伸びてるんですごいいいと思います。そうですね。はい、でちなみにさっきちょっとだけ話があったミスヒットに強いっていうところの理由なんですけど、うん、トゥーヒールとソールバックフェース側ですね、この2つにより重心配分をすることによって完成モーメントを拡大し低重心化を実現したので、ミスに強くボールが上がりやすいと。パターンみたいな設計ですね。そうですね、うん、似ているかもしれないです。球もしっかり上がってましたもんね。高さも出るし、うん、距離も出るしすごいいいと思います。うん、めっちゃいいクラブやん。もうフルセットで使ってもらいましょう。次の大会から。次の大会から。うん、いいんですか。考えました。まあまあちょっと検討は必要。これ赤いやつやぞ。マッツも打ちます。1球だけじゃあ。でも6番がいい。あ、6番は確かに苦手なんで、うん、長いの苦手ですもんね、うん、長いのすぐペラるもんな、マッツ。そうなんよ。うわ、短い本当に。うん、うわ、ちょっとトップやな。ザ薄いけど、薄いけど177。飛ぶね。芯食ってないんでもう1球だけ。はい、やっぱミート率の良さが売りなんで。おお、よいしょ、オッケー、いい。ちょっとまっすぐ、これこれ。待って、200いった。200。すごい、短くてこんだけ飛ぶっていいですよね。めっちゃいい。マッツも使いますか。いや、使いたい。みんなで買おう。JI。 JI。 ほんまにスランプ落ちるときあるやん、ゴルフって。ありますね。あの時こう JI がセットで行ってくれたらさ、あー、助かるな。めっちゃいい。だからドライバーとかでも2本持つっていう感覚あまりないと思うんですけど、 そうやね、それこそ今流行りの例えばバーナーとか AS340 とかと同じように自分のセットにもう1本っていう感じで JI プラス S を買っていただけるとピンチで強くなるかもしれない、ね、それもありだね、うん。いや、ほんまにドライバー飛ぶのびっくりしましたね。確かに。いや、ほんまに全然飛ばないのかなって思ったんですけど、うん、飛びます普通に。短いから飛ばないっていうのは、まあ、ち
ょっと飛ばないかもしれないけど全然ね引きを取らない。そうです、まあ、ヘッドスピードはさすがに落ちると思いますよ。あ、そうやね、短くなるから、うん、やけども当たりが良くなってってなるとそりゃ飛距離も上がりますよねっていう、はい、まあ、自社製品なんでちょっとねひいき目に見えると思うんですけどそれを抜いてもね全然ありです。うわお墨付きいただきましたありがとうございます。ひょっとしたら北村選手のバッグが試合に変わってるかもしれない。いつかあるかもしれないね。いつか入ってるかもしれない、はい、試合で見たいなということで今回ワンサイドのシダレビューでした、はい、最後にじゃあお値段一気にご紹介しましょうか、はいはいはい、ドライバーが1本66,000円、フェアウェイは36,300円、UTT 33,000円、アイアンに関してはカーボンとスチール、スチールもあるんや。はい、ございます。カーボンはワンサイダー JIS ディアマナの専用シャフトで、スチールはダイナミックゴールド 95S200 ご用意しております。スチールは5本セットで104,500円、カーボンの場合は5本セットで定価110,000円となっております。めっちゃ安いね。ドライバー66,000円、うん、かなりお買い得だと思います。これ1本ずつ買えるんですよね、はい、セットじゃなくて。だってドライバー今10万ぐらいするやんか。 40% ぐらい違ってこの性能やったらね、これでいいやん、うんうん、ぜひ見てる方でねご検討いただきたいと思います。ワンサイダー JI プラス S この秋発売です。ということで、はい、スポンサー契約のね北村選手にシダレビューしていただきました、はい、ありがとうございました。最後に一言、今プロテスト受験中なんですけど、プロテスト合格してレギュラーツアーとかに出れるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、最初に言った動画もぜひ面白いんで皆さん見てみてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。こっちこっちですか